はいどうも、カッパ園長です。じゃあね、えー、この動画では、えー、このマクロン大統領とプーチン大統領。なんかこの会談とか、このね、この、電話とかね。なんかこの、そういうのをこのずっとこの続けてるんですけども。なんかね、<laughs> このなんかちょっとね、まあ笑っては、絶対に笑ってはいけない首脳会談かもしれないですけども。なんかね、このマクロン大統領。まあ二つちょっとね、えっていう感じなんですけどまずこのプーチン大統領の様子ですよね。 テレビ電話階段だったらしいんですけどもなんか太ってませんだいぶねえなんかもうちょっとこの精悍な顔つきのこのシュッとしたねえなんかこの眼光が鋭くてなんかこう無だ、ねえだってこの人もともとこうなんかワイルドな趣味も持ってて多趣味でね、うん、なんかこうハンティングもやるしあと柔道家でもあるしでなんかこうねえー 何て言うんだろう、このたくましいというかこの、無駄をそぎ落とした、なんか、そういう鋭いイメージだったんですけど、何だろう、ストレスで、あれかな、焼、うん、け太りみたいな、ド <laughs> カ食いとかしちゃってんのかな、<laughs> ウォッカーおりまくってんのかな、っていうぐらい、なんかこう、ブクブクしてますよね、なんかそんな風に見えるんですけども。っていうのが、まず、えって感じですけど、この内容もね、マ、うん、クロン大統領とプーチン大統領が、 まあこれはまあマクロンさんが付き合わされたっていうふうに書かれてますけども、プーチン大統領とマクロン大統領がね、この電話で5時間話したっていうんですよね。<laughs> 5時間電話っておかしくないですかね。わからないですね。我々一般人同士のね、しゃあない電話と一緒に比べてもしょうがないんですけども、だからって首脳会談とはいえね、うん、5時間も延々なんだろう、プーチン大統領の愚痴をマクロンさんが聞かされたのかな。 なんとなくこの映像を見るとね、ああ、はいはい、この間もこれ言ってたんだけどなで、それはダメだって言ったのにな、みたいな、<laughs> マクロンさんもなんかぼやいでそうですよね、電話切った後、うんでまあなんか5時間ね、えー、プーチン大統領の愚痴聞きに、えーまあ、付き合わされる、えー、そういう苦行を味わったっていうことを、まあ、なんかどっか別のところでね、よそでマクロンさんがなんかそうこぼしたみたいな、本音を取ろうみたいな。 いや、もうマジでプーチンとの電話会談、最悪だったんだけどさ、みたいな。<laughs> マクロン政権のなんかこの参謀とかなんかそういう人たちに、あの、札巻いてそうではありますよね。うん。5時間だよ、5時間。まあ、君たちもみ見てて分かったと思うけど、5時間とかありえなくねみたいなこと言ってそうですよね。はははは。 で、それを知った周りの人たちも、さすがにこれはひどいよなってことで同情の声が殺到してるんだって。何ですかね、こういうの。遠距離介護みたいなノリだったのかな。<laughs> ね、ビデオ介護みたいな。うん。なんだかんだ言って仲良しなのかな。プーチン大統領とマクロン大統領って。なんだろう。なんかこう、メンヘラのね、このなんかこう、んああ、こういうこと言うとあれか。女性蔑視に当たっちゃうから言わん方がいいのか。 うん、なんかメンヘラのパートナーとね、なんかこう、いや、忙しいんだけどな、でもな、あなんかこう、仕事だからって、この切ると、なんか切れられそうだしな、みたいな、それでこの切るに切れずにね、気づいたらね、30分がね、1時間が2時間になり、3時間になり、気づいたら5時間、ああ、もう無理、みたいな、な <laughs> んマクロンさんのなんか、そんなうんざりみたいな絵が、なんとなく浮かぶんですけどもね、うん。まあ、でも、あれかな。 うん、あのー、わかんない、あんまりこのね、ああ、分かった分かった、こまあ、続きまた今度聞くからさ、このなんかこうピシャって一方的に切っちゃったらさ、ね、本当、今度ロシア軍がフランスに押しかけてくるかもしれないよね、ちょっと間すっ飛ばしてそれは無理ですけども、うん、すごいな、介護職兼大統領か、マクロンさんもなかなかね、あのー、なんだろう。 肉体と精神、心身ともにタフじゃないとやっつとまらなさそうですよね。なのに、えー、さっき言った通りこの人道回廊があのざまですよ。 だからこれはもうフランス国民からね、何やってんだ、うちの大統領はって、やっぱ怒られちゃうのかな。<laughs> なんかそんな気がしますよね。あんだけ時間かけたのに、何にもじゃんか、みたいな。しかもなんかフランスも、なんかこう、フランスが下手子いた、下手こいたみたいなこと言われてるしって。うん、だってこれの前に確かフランスマクロン大統領、ちょっと切れてたような気がするんですけどもね。うん。でね、そんな状況の中、今このロシアの方でね、えー、なんかちょっと、 なんだろう、まあ、当然、これ、まあ、ロシアに限らずうん、まあ、どこでもこの戦争になったらこういう動きって出るような気がするんですけどロシアのこの富裕層 ロシアのお金持ちがね、もうプライベートジェットで、だからまあお金持ちっても本当にお金持ちですよね。うん。プライで、え、日本でプライベートジェットで飛びまくれるような人ってどれぐらいいるのかなまあなんかロシアのねお金持ちたちはもうプライベートジェットでね、このロシアに見切りつけて、あるいはまあ一時的に避難のつもりか、それはちょっとわかんないですけども、国外脱出が相次いでるそうで、 2月24日から27日、だから2月の本当、ね、最後の1週間ぐらいの間、たった1週間足らずの間にね、200機以上が飛び立ってんだって、ロシアから。<laughs> 結構な勢いで脱出してますよね、これね。うん、で、制裁強化で、ね、ロシアの富裕層たちが、ロシア国外に続々脱出してたんだって。 でフランスのニース、ナトビアの首都リガ、ジュネーブ、ロンドン、ウィーン、ドバイ、ヘルシンキ、チューリヒ、セルビアの首都ベオグラード、エストニアの首都タリンなどが、転んで、あこの、転んでじゃないな、転んで選ばれてるそうですね。ドバイとかでも行っちゃうんだ。うん。とりあえず落ち着くまでなんかね、えー、避難、で、ついでに避難するんだったらなんか、 なんかちょっと豪遊じゃないですけどね、この遊んでこ、なんか跳ね伸ばしてこうようかなみたいな、そういうノリなのかな。うん。で、まあ、ロシアとウクライナの戦争が激化する中、ロシアから出国するビジネスジェット機、ビジネスジェット機プライベートジェット機のことかなが増加していると。で、この富裕層の国外脱出は2月24日、ロシアが侵攻を開始したと同時に始まったんだって。だからもう上の方の人たちは知ってたってことか。 んそういうわけじゃないのか。開始と同時に脱出じゃ前もってしてたわけに、ね、は、う、え、ち、ー、には入らないか。で本当に知ってた人たちはもうそもそもいないかもしれないし。で、えー、で、この、うん、時間を置かず移動が急増したと。で、にうん、この VIP たちって書いてあるな。だから2月25日には60機ものプライベートジェットがロシアを離れたと。 で、えー、メディアの報道によると、2月24日から27日の間に、200機以上のプライベートジェットがロシアから出国していると。世界的な飛行追跡サービス、フラ,フライト、フライトトレーダー24。まあ、サービスかな、そういう。で、えー、2月に約1000機の民間航空機がロシアを出発。2月24日から27日の間だけで300機が出発。 したと指摘これらのフライトは2月に52カ国135の目的地に飛んでいると。へプライベートジェット機が105便着陸したフランス。ロシアの人って、いやフラン一般人も、ね、お金持ちとはいえ、一般人も、だから政府でこのなんかマクロンさんと、ね、このープーチン大統領がっていうだけじゃなくて、民間交流もフランスとロシアは、そうか、そ,そういうことか、なるほど。 まあフランスが最も多くて、次いでスイス、えー、104便、イギリスが71便と続いていると。キプロスとかモルジブなどの温暖な気候の目的地もかなり人気があったんだって。で、えー、港湾、金融の中心地、近隣諸国が目的地として上位を占めていたそうですね。日本の東京とか、ね、北海道とか含まれていないのかな。うん、含まれてなさそうですね。えー まあでもロシアのお金持ち、なんかお金持ちは本当にお金持ちだと思いますけども、なんだろう、もうなんかこういうのを見てると、もうロシアっていう国がそもそもなんかもう終焉を迎えているような、なんかそんな風にも見えるのは気のせいですかね。まあ要はそれは逃げ出すようなっていう動きですよね。だってロシアにいたらさ、ね、富裕層もなんか貧困層にまっしぐらなような気もするし、ロシア国内らいにいたらなんか富裕でも何でもなくなっちゃいそうですもんね。うーん。 まあただ、ね、この逃げ出した人の,、ね、このなんかこう身柄は抑えられなかったとしてもこの財産を凍結するとかはできないのかな。うん、そうだからまあ個人的には、ね、とっと,とと捕まえて資産を巻き上げるみたいなそういうことをしたらいい,いいような気はしますけれども多分、ロシアの富裕層ほぼ全員キプロスに別荘とか持っているそういうレベル、ね、この租税回避地ですよね、いわゆる。うん ただね、この小型ジェット、ね、ジェット機をこう好きにこの扱えるようなレベルじゃないと、もう出る出ないを選択できないっていうことですよね。うん。ね、でもなんだろうな。国を捨てて逃げていく、ね、えー、そんな人が、ね、よその国でね、このまともな人生をね、遅、うん、らせるわけにはいかねえよって思うのは僕だけですかね。うん。なんか卑怯じゃないですか。<laughs> そういうもんなんですかね。うん。ということで今回以上でされてございました。ではまたごきげんよう。